ますけれども、フランシスの表現ドラマチック。番外編でございまして、今日はですね、まずは表現ドラマチックのスポンサーをしていただいて、スポンサーですか、ミノワのセカビーさんに来ました。いやでね、セカビーセカンドチック紹介します。本題のこの男を紹介します。今回セカビーさんが8周年8年やってますよ。お祝いに、ご用意さんが来まして、サービスカレーを食べて、もう一本の動画を見てみてください。その後、食べながら今回やろうと思います。けれども、今日はいわゆるリスナーさん、そしてサロンメンバー、サロンメンバーで、お届けしたいので紹介していただきたい。友達、のぶくん、お願いします。のぶくん、ゴルフが好きだね。で、これからのカメラとかいろいろと映像の方をやってくれる、よろしくお願いします。ナオト君、どうもナオトです。そして、いつ もう表現ドラマチックに欠かせないリスナーですよ。ついに降臨、直樹くんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、最年少でございます。僕はファンタスティックドールが大好きで、はい、あスケベロやろ。そして時々現れる面白いことをいつも書いてくれる北王子枕くんです。今日は思っております。はい、最初に言ってきますけど、僕は下ネタの方向に行く気は一つも起こらない。ないじゃないですか、そんな表現ドラマチック。そうですよ、もうそこはない。最初に言ってきましょう。これは取られる機嫌人物会言ってくれてます、これは。振りが効いてますよ、だいぶ。ありがとうございます。まずはマックスに聞いてみようかな。マックスね、どうぞ。どうしたらいいと思います。表現ドラマチックをどう思ったらもっと面白くなる、もっと面白くなる。なんだろうね。今何のコーナー。今はね、トレイルさんのコーナーを見てると、俺のないんかい。俺のないんかい。本当ですよね。いいよ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 。プリグマチコちゃん、やっぱり赤ワインもサービスで今日お話してるんで。なんとお酒は飲めないんでした。赤ワイン飲めないですもんね。すいません、じゃあ、すいません、失礼します。一杯無料です。はい、すみません、もちろんバーツさんもういいもん。遅いな。この間でこの間でじゃあちょっと飲めるチーム。あ、じゃあ、セカビさん、これ飲まないの。あ、そうです。ダメ、言ったら一般の人を言ったら。ダメ、ダメ。店長、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。俺も来てほしいんだけどね。来てくれんだよ、なかなか。ね、花があるから来てほしいんだけどね。なかなか忙しくて。
どうか、これも考えたらどうだったんですか。嘘嘘嘘嘘。結構マジっぽいですね。個人スポンサーやればいいじゃないですか。ポケットマネーでカンカンコロナ課金しちゃえばいいじゃん。非常に今までで一番人気なコーナー、逆にコーナーもうね、まず、俺のコーナーはあんま人気ない。どういうことまずね、俺ほら、なんか俺のコーナーなんか芸点を語ったり、あとは海外のやつがあんまり人気ない。まことの無責任相談室はちょっと面白いけど、でもあんまり頼りない。いつもみんなに書いて書いて。オリーブちゃんの最近のカレーは人気あるのと、一口紹介するの人気ある。じゃあ先にお会計しちゃいますね。おやつみたいな。はいはいはい。はい、ありがとうございます。でもなんか最近ちょっと割とやっと固まってきて、ありがとうございました。ありがとうございます。ポテトがいっぱい、ポテトがいっぱい。そうなんだ。だからどうしたもいいか。でも一応その番組はエンタメアートから今は一応な大きな振りがあるので、俺はもういいの、面白くないを担当してるのでアート感を出したいんで、そこは私が何やねん。そのやっぱ世界観は壊せないですもんね。アートと壊しそうだけどね。いやいやだからハートの捉え方大事だ。下ネタもいや、まあ、なんかいいこと言うな。いや下ネタも角度変えたらアートかな。まあ確かに、そう言っちゃった確かに。早い、さっき言ってたのに開始5分もしないで。確かに。半笑いになってますよ。あるのあるの、全然意欲あるじゃないですか。なんかね、でもね、そんなでも本当にいいこと言って、昔ってだから要するに田舎の女性とか昔写真ないじゃないですか。僕は見たいじゃん。ところがパパは、いやー、じゃあそんなのもっと前の古いルネッサンスの時代だから、神話とか歴史がじゃないと、宗教がじゃないと女性の裸が描けない。普通の女性の裸は描けちゃダメ。今ので剣心に描かして、それはすごいってことだ。なるほど、そういうのがだから漫画はそうなの。そうですよね、漫画のゴムの意見ちょっと外れてはいない。そうそうそう、ロマンこう回る一番のリーダー。
アウレブさん、アウレブさん、そうなんです、アウレブさん、新しい、ちなみに何人いるんですか、全員で、これこれ2週ぐらい、いやいや、2週全然、あ、本当ですか、2週どころか、3週、あ、3週、先は出ます、アウレブさん出ます、ベルさん、ルナさん、ルナちゃん、はい、OK、ルナちゃん、年上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 、年皆さん、はい、まあそうだよね、一押しの、いかないところは。今、マキエさんって言いませんでしょ、俺も。あ、待って、雨のしずさん、ボーン、ボーン。雨のしずさん。しずさん、しずさん。しずさん。しずさん。あ、危ない、危ない。今、まあ、そんな人、俺、いたかな。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと。でも、これね、俺も言うね、俺は来てるから、そうですね、減っちゃうから、はい、マーデン来てたな、リセ、あー、わかんなかった、マーデンが違うんで、なかなかです、もうあれじゃない、もう分かんない、マーデンが動いてるじゃん、カレンちゃん、カレンちゃん、なかなかもう自分の後遺症が残ってるよ、ちょっとあるね、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 僕逆に顔は出てくるんですよ、あ、はい、顔は出てくるんですけど、はい、名前が出てこない人が多いんですよ、なるほどね、はい、それはずるいよ、それは何でもいいじゃん、でも今カメラ見たもんね、はい、やばい、パスですね、パスはありですね、アリサさん、どうじゃないですか、マジですか、アリサちゃん、後でみんなでおごりで、アリサはね、アリサはね、ファンタスティックドールではない、あ、ドールじゃないですか、でもなんか前、スナックババアはやったけど、でもファンタスティックドールではない、あ、じゃないですか、はい、でもいい、まあ、アリサはどうやって来た、一回パス、一回パス、これもタイトルファンタスティックドールゲームだな、これはいいゲーム、アンティークドール、リリーさん、リリーね、やっぱりリリーさんいた、そうだ、リリーさん、いやさすが、さすが、もう多分もう回らない、回らない、この間見た、リリー、どこで見たの、野毛で、野毛ね、はいはいはい、野毛出てたんだ、リリー出てました、こう言ったの、あ、そうだね、はい、リリー、はい、もう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 、パスです、パスです、え、まだいますよ、いるよね、いますで、こっからだって聞いてて、これでも全員言ったら、本当ね、俺、忘れる、いるね、オリンピアも可愛いよね、僕も家でこうやってやって寝て、まあ、そのままやってて、なんでわかるのこれ、ジミレイ娘なんだけど、ジミレイさん娘なの、昨日初めてデビューしたので、そこ来た、すごいっすね、娘なんだ、効果ではないですか、効果ではないです、これはないです、レイミーちゃん、レイミーちゃん、レイミーもそうだね、ぜひ結構魅力を十分に満たしてたと、あとアンジュちゃんでしょ、アンジュ、そう、気になりますね、もういいとこ見ちゃった、
するのか、ね、はい、あ、ありがとうございます。はい、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 ラムルーカちゃん、ラムルーカちゃん、ラムルーカちゃん、じゃあ、いただきます。うまいよ。中田さんは、中田さんも興奮してますよ。どこ出てます？出てます。もうね、ありがとうございます。卒業するんですか？出るわけないじゃないですか。これは無理だ。これは無理だ。いや、もう増えたとか言ったらね、あとオリーブとセイカと問題です。オリーブちゃんとセイカちゃんとリディちゃんと3人いる。何て名前でしょう？わかりました。東京人形競技。正解です。何だったら言ってるの？ファンタスティックドールの原型に当たる。あれ、あそこから作り始めた。正解です。3体からそう、正解です。すごいね。すごい。それグラム、グラムとか。なんだわ、勝てるわけないじゃん。これはね、素晴らしい方で、ね、すごい。はい、あ、泉さんもいるでしょ。あ、ごめん、行ってきますでした。いつも忘れちゃいけないよね。毎日勝ってやります。泉ちゃんいますよ。あ、まだいるよ、ごめん、まだいるよ。まだいるよ。すごい、ちょっと、ウェルデダンサーの結城。でもね、もう割ともう本当俺の塾の教え子で、エミリーともう一人いる。僕も行ってないんですよ。すごい。広いの。はい、正解。もうそのようなまあ、一応そうだね。でもそれ言うと俺も一応そうだね。分かってますけど、まあ、女の子人形。そんなもんだな。白ひげは、白みと君はファンタスティックドールにはしてない。いいんじゃないですか。同じベネチアンマスクの、まあ、あれはまた違う、僕の元のやつなんですけど。ファンタスティックドールはもう、もうそんなところだよ。それぐらいですね。そうだよね。一人も覚えてないですか？うわー。しかもね、絶対そのもうあの東京人形日和が風化が出たかなり間に合う。完璧。びっくりした。なんかシール。マジだよこれ。これでもファンタスティックドールたち喜んでる。え、これ見てるの？見るか、これ。で、これのタイトルが、ファンタスティックドールゲーム。絶対見るから。絶対見ると思います。絶対見るから。絶対。だ前半のもうしょうもないやつは全部カットしてる。いや。おまけで流してくださいよ。はい。というわけで、一回締めたいと思います。はい、ファンタスティック。ロールゲームでした。ありがとうございます。バイバイ。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。絶対してね。